おはようございます。お食事をお持ちしました。ドクター、お食事をお持ちしましたが。ドクター、どうかされましたか。失礼します。おはようございます。今日は雨が降ってますね。珍しいです。この辺りはめったに雨が降らないので。乾燥してるせいで慣れないうちは大変でした。そうですね、化粧品もこっちに合わせて買いましたから。何でしょう。それぐらいは気を使いますよ。でも気がついていただけたのは嬉しいですね。ジェーンと何かあったんですか？なんとなく思っただけです。お気になさらないでください。ドクターはアリッサのムスクがお好きなんですね。お食事の支度をいたします。お待たせしました。今日の朝食はラザニアをメインにお召し上がりください。おはようございます。今日もお仕事頑張りますわ。私はメイドですよ。ああ、そうですわよね。メイドってことくらいわかりますわよね。私ったらとんだ勘違いを。それでお仕事ですわよね。私はナースメイドですわ。違います。看護婦じゃなくて、こ
お守りをするメイドさんのことを言うんです。私の子供じゃないですわよ。あドクター、顔が真っ赤ですわ。子守というのはルーシーのことですの。しましたか？してますわ。あの、もういいでしょうか？早く厨房へ行かないと。何をそんなに怯えている？いえ、あの、そういうわけでは。よく見てほしい。怖がってるのは僕の方だということ。は？僕は今、君の何百枚も怯えている。なぜだかわかるか？それは それはね、美しい君を愛してしまいそうだからさ。ああ、アントニオ。クリスさん。アントニオ、あなたはまた。おっと、おっかねえのが来ちまった。おお、マンマミア、怖いのに見つかっちまった。さっさと仕事に戻りなさい。おふざけが過ぎると上に報告しますよ。シニョリタクリス、今日はヘリを飛ばせないんで開店休業なんです。あら、そうなの？この雨ですか？困りましたわ。それなら倉庫の掃除でも手伝って。おっと、そろそろ時間だ。急ぎの用を思い出した。Thank you.
暇そうですね。すみません。でもその方が私たちはいいかもしれませんね。因果？日本の思想ですか？量子力学かと思いました。私はむしろ科学の方を。プライベートな話題はやめましょう。ええ、今はまだ。私はここの備品のチェックをしてますので。今日は肌寒いのでお気をつけください。大丈夫です。どうぞお通りください。ん？天窓に。あと。はい、そうですね。いえ、少し考え事。スペインの雨は主に平野に降る。聞いたことはないかね。なぜそういう気候になるのか、ドクターはお分かりか？地中海のせいだよ。この広大な内海はともかく雨が少ない。つまりだな、ギリシャのパルテノン神殿もかつては豊かな緑に囲まれていたわけで、沿岸から緑が失われた理由としてローマ帝国が伐採しすぎたとも言われておるが、それはあくまでも俗説で。まあ要するに、地中海にありながら内陸のような森が残っていること自体、この島の特殊な環境を。
ドクター、何か考え事に夢中になっておられるようだが。そうか。では、私の話したことを覚えておるかね？地中海は極めて豊かな漁場である。いやか、ないんか。私とてテレビショーぐらいは見るぞ。少しお遊びをしようではないか。ではさっきの回答を聞こうかの。もうだいぶ見慣れたと思うが、アドリア海は実に透き通った美しい海だと思わんかね。だがな、あの美しさこそが魔性なのだ。あまりにも美しいものには生き物は住むことができんのだよ。そうは思わんか。残念だったの。では第二問へ行こうか。そこにいらっしゃるのですか。足音で分かりました。本社の人たちはみんなある種の訓練を受けた者の歩き方をしますから。何かご用でしょうか。霧雨に変わりましたね。静かですね。落ち着くんです、こんな空を眺めていると。子供の頃、ここよりはるか北の地で私はこんな霧を眺めていました。毎日毎日あのいてついた海、
歳の時までいました。その後はニューヨークへ。どうして分かったんですか？ヒントが多すぎましたね。私にだって気まぐれはあります。ドクター、できればもう少し一人でいさせてください。お願いします。Thank you.